今回は藤沢周平の剣豪小説の短編を朗読します。声を立てなかったろうが、強い力で快楽がその暗闇の中に引きずり込まれそうになったと、何か叫んだような気がする。目が開けられない。帰るのか。はい。わしは一杯やって帰る。どうぞ。気がつくと部屋の中には黄昏色が漂っており、思ったより長い時を過ごしたようでした。これで三度目では、お先に失礼いたします。うん、今度は仲のいい塚に。忘れんようにしてくれ。はい。楽しかった。祝言が待ち遠しいの。ええ、失礼いたします。清宮多志郎様とは三月前に婚約が整ったばかり。あらかじめ家同士で話がまとまり、仲立ちの組頭、加藤湯芸様のところで初めて引き合わされたのです。一目で夢中になってしまいました。嫁いるならこんな方のところへと、日頃思い描いていた通りの方だったのです。清宮の家は無役ですが、六高は400石。牧の家は組頭450石。釣り合いは取れています。父も母も乗り気でした。ただ、兄の辰之助だけがあまりいい顔をしなかったのです。誰も言わんようだから俺が言ってやるが、清宮は遊び人だぞ。しきりに茶屋料亭に出入りしている男だ。でも、入弱な方ではございませんでしょ。清宮様は浅葉道場の免許取りでいらっしゃるわ。浅葉の免許だと。我が服部道場ならせいぜい目録止まりだというわ。知らんのか。それで兄の腹が読めた気がいたしました。一刀流の服部道場と空洞流の浅葉道場、以前から何かにつけて反目し合っていて、兄は服部道場のサンバガラスの一人などと呼ばれていたのです。大人げない人。そう思うと、けなされた分だけ田代様に惹かれていくのが自分でよくわかりました。峰を連れて買い物に出た途中、田代様に会って初めて料亭に誘われたとき、拒む気は起きませんでした。峰と二人でご馳走をいただき、田代様だけ少しお酒を飲みます。篠殿、次は一人でござれ。なあ、よろしかろう、峰殿。その明けっぴろげで横用な人柄が親しみを持たせ、自分でも驚くほど大胆な気持ちになっていました。でも、初めて二人で会った後は取り返しのつかないことをしたという思いにとらわれたのも事実です。生臭く、罪の匂いさえして、かすかな喜びに気づくゆとりもなく、ただすでに結納も済み、来年の春には夫と呼ぶ人だという気持ちが支えでした。でも、今日は、田代様に導かれて、底深い快楽を覗き見たような。今日は違った。
しい与一右衛門は今日もまだ帰っていないかもしれません。城中で大事な相談事があるとかで、このところ毎日帰りが遅いのです。当藩財政は著しく逼迫してきている。このまま手をつかねていれば借財で身動き取れなくなるのは必要。この際抜本的な策を講じざるを得まい。そもそも藩財政が思わしくなくなったもとは5年前の例外にあるのだが、その後も作柄は思わしくなく、今年の作柄もケミによれば平年を下回るという。ことここに至ってはこれまでのような倹約令を示すだけでは埒はあかん。これまでの倹約令を一大整備し、大倹約令を触れるよりあるまい。また、これまで領内百姓に対し貸分になっていた年貢米を残らず取り立てる。他に収入を増やす道はない。ご家老、それでは、なんだ、マキ。は、申してみよう。それでは、潰れ百姓が出申そう。しかしな、未納の年貢は利子をも含めれば金子にして8000両に上って、背に腹は変えられまい。百姓を潰しては元も子もござるまい。潰れ地が増せば年貢は結局減ることに。潰れ地の引き受け手はおる。高麗やかの。さよう。反対でござる。もともと藩では、百姓が手放した田は村上げ地として村が耕作するを建前とし、みだりに売り渡すことを禁じている。だが高麗屋は5年前の凶作この方かなりの潰れ地を買い占め、今では押しも押されもしない大地主になっている。背後に藩の有力者との結託があるという噂すらささやかれ、その有力者が国家老戸田織部だという証拠はない。ないが、ご家老の言うように領内締め付けの尻拭いを高麗屋に委ねるということになれば、高麗屋の地主としての信頼は一挙に膨れ上がる。領内にかつて例を見ない大地主になる。地主の年貢の取り立ては藩の取り立ての日ではない。領民にとっても、藩にとっても好ましい結果を生むはずはなかった。ならどうせよというのか。軍代、カスや神十郎殿より検索があった。新規改伝策が最善であると存ず。確かに、唐神山の山麓に神殿百丁部を開くには、5年はかかり申そう。が、長い目で見れば、藩にとって現在の窮状を打開するのみならず、今後の財政を安定させるためになろうかと。そのためには、倹約令はこれまで程度にとどめ、年貢の取り立てもむしろ緩やかにして、領民の力を蓄えるべきでござる。連日の執政会議は、結局のところ、戸田織部の領内締め付け策と、粕谷神十郎の新規改伝策の二派に分かれて争い、容易に結論を見出せずにいた。3日前、激しい論議の中で、藩が城下の商人からだけでなく、江戸藩邸に出入りしている商人たちからまで借金をし、それがかさんでいるのはお主も知らぬわけでもあるまい。戸田殿は、我が藩の財政難を凶作のせいばかりになさる。そもそもはそれ以前からござった。江戸藩邸におけるかかり費用が常軌を逸していたためでござる。ご藩士ご遊興の費用の捻出に、国元がどれほど苦慮して参ったか。マキ、いや、そのことがござらなんだら、凶作があったとはいえ、
今格のごとくには窮迫しておりますまい。一同が思わず息を呑んで上座のご藩主右京太夫様の方を伺うのが分かった。お上の色白の顔を一瞬凄まじい怒りが走り抜けた。すぐに苦笑に紛れたが、きりと見た。激鱗に触れたのだ。いずれお咎めがあるかもしれぬ。覚悟の上だ。いずれ一度は言わなければならないことだった。江戸屋敷の豊満な金遣いに釘を刺さなければ、藩財政の立て直しなど絵空ごとだ。国元の厳しさをお分かり願おうとする熱意から。とはいえ、失言であったことに変わりはあるまい。日頃胸にあったものがその場の勢いで出てしまった。古い話を持ち出しよったのう、マキ。それよりは今のことを言え。だが、お上は昨日の執政会議に出座なさらなかった。今日も。表向きはご不快ということだが、あの一件のせいに間違いない。いずれ、お咎めがある。多分、この執政会議が終わった後。豊助、何時になる？はい、5つ半を過ぎておりましょう。今夜も遅うございましたが、お疲れでございましょう。お前こそ、腹は空いておらんか。はい、いささか。ここにくぼみがございますから、お気をつけなさいまし、旦那さん。豊助、何事だ？物音がして、提灯が地上に落ちた。火が消え、一瞬闇に包まれた。申し訳ございません。提灯！どうした？豊助！刀を抜く。濃い闇だ。無限の闇を踏んでいるようで、足元がおぼつかない。何者だ？闇が目も鼻も包み込んでくる。動けない一歩も。何者？相手は無言だ。ゆっくり近づいてくる。ゆっくり。その気配だけに向かって、もろ手で突く。渾身のもろ手で。松之助、この度は父子が不慮の死、誠にお気の毒でござった。跡目相続のことは昨日宇治家殿とも談合したが、今日明日にもお許しが出よう。とりあえず近所組に勤めてもらうことになる。せいだされ。はさて、お取り込みのところをお手前においでいただいたのはだ。昨日、氏家殿、自席の矢部殿、
家老のそれがしの三人で大目付の岩佐を呼び、父子の死についてこれまでの調べを聞きただした。その結果、今後一切の調べを中止せよと。なんと。お手前に来てもらったのはこのことだ。訳をお聞かせいただきたい。戸田様。三日前に、初七日を済ませたばかりだった。家老戸田織部から屋敷に来いという手紙が来たとき、実は顔も見たくなかった。だが何を言うつもりか聞いてやるという気も強かった。執政会議で父与一右衛門と真正面から争っていた戸田が、父の死に無関係ではありえない。あるはずがない。戸田の手紙は、こちらの気持ちを見抜いたかのように丁重だ。下手人不明のまま調べを中止ということでございますな。だよ。ならば、定めし訳あってのことと存ずる。その理由を受けたまわりたい。自分で顔色が青ざめているのが分かった。どんなからくりが。戸田は目を障子にそらした。広い庭に差し込む午後の日差しが障子の下半分を染めている。お手前、今度のことで我ら、というより、わしを疑っておるだろうの。それは、当然だ。この度の執政会議は前例がないほど紛糾しておる。その中で、父子の言い分とわしの申すことは、とりわけ対立して一歩も譲らなんだ。そのように伺っており申す。だから、わしが与一右衛門を襲わせ、我が政策を通すため覗いた。だが、辰之助、それはありえないことなのだ。なぜありえん？よいか。わしも、自責の矢部殿も、最後には俺、父子たちの言う改伝策を認める手はずになっておった。手はず？さよう。その段取りを知っておるのはさっき申した、氏家、矢部、わしの三人だけだ。その上でわしは、粕谷の案に反対し、強硬に自説を主張した。わざとしたことなの。父子を除く理由などわしにはない。なぜ？なぜそんな段取りの必要が？これから申すことは一切他言無用だ。よろしいか。は。お手前も、いずれは組頭として藩政に関わる日が参ろ。その時の心得にもなることだから聞いておくとよい。藩の財政逼迫を立ち直らせるには、大倹約令を触れて領民を絞り上げる。というのは、実は日頃のお上の持論なの。確かに執政としては要挙しがたい策、悪政と言えるだろう。だが、我らも正面からそれはまずかろうとは言えなん。そこでこの度、粕谷が神殿の開拓という妙案を出してきたのを幸い、お上なら核もあろうという締め上げ策を持ち出したのだ。持ち出しておいて、最後に折れる。そうすればお上も納得せざるを得まい。お上は決して鈍い方ではない。だが、藩が裕福な時代に人となり、苦労知らぬ。浪費好きで。しもじものことをご存じない。お手前は、藩の上の方と高麗屋が結託して迷子としているという噂を聞いておる。は、父から。高麗屋は、
確かに上の方に献金しておる。だがそれを受け取っておるのは他ならぬ、お上なのだ。うつむいたままの顔が上げられない。体中をひどい無力感が捉えている。入り組んだ藩の祭りごとの暗い裏側に、父を抹殺した者の顔が見えた。我らが取り調べ中止を命じたわけが、およそつかめたがの。は。父後はわしが出したお上の立て直し案に異を唱え、それだけではなく、会議の席上でお上の機嫌を損じたの。どのように？そのことは聞き及びませぬ。数年前、お上は江戸で遊興に溺れられ、藩の財政を空にしたことが、父後はそれを真っ向から非難したのだ。それが財政疲弊の原因だと。すると、父は直接にもお上の憎しみを。父後はあのお方の怖さを知らなかった。大目付の調べによれば、父後は何も取られてはおらん。豊助という友の者は当て身を食らっただけで切られてはおらん。しかも切り手は闇の中、ただの人たちで父子の命を奪っている。疑う余地はなかろう。と申しますと、もそっと近く、お手前、お闇討ちなるものがあるのを知っておるか。お闇討ち？耳にしたこともござらぬ。極秘のことゆえ知っておる者は幾人もおらん。お闇討ちは、先代二度、先々代様の時一度あったと伝えられ。藩主、私の憤りが募り、耐えかねた時に使うと申す。表に出ぬ上意討ちのこと。裏のことゆえ、打ち手は必ず闇に放つ。あの夜、提灯の明かりも飲まれそうな暗さだ。闇に放って、闇に葬る。お闇討ちの刺客は、虎の目という秘剣を使うと聞く。虎の目。闇に剣を振るうこと白昼のごとし、と幼い頃父に聞いた。闇に剣を振るうこと白昼のごとし、あの暗い夜にただ一刀の袈裟切り、存分に切った傷の深さ、切り手は闇の中で目が見えたとしかを。何者？何者です？打ち手が誰か、お上の他には誰も知らぬ。藩中ただ一つの家系で、お闇討ちを使命とし、親から子へ虎の目なる秘剣を伝える家があると聞いた。しかし、お上の代になって35年、お闇討ちのことはなかった。よってその家系を耐えたものと考えていたのだ。お闇討ち、虎の目。
兄上、またそのお話？このままで済まされるか。ご家老は打ち手はわからんと申され。わしはあくまで調べる。もう仕方ないことでは。ご上位によって死を賜ったのであれば、私の恨みで切り合ったのではないのですもの。そんなことはわかっておる。わしも牧家の当主だ。お上には恨みはあっても口には出さん。父上を切った奴が範疇にいて知らんふりをしているというのは我慢だ。探し出してやる。探し出してどうなさるおつもり？口実を設けて勝負を仕掛ける。それまで病気がちだった母は、父上の葬儀の後ずっと床についたきりで、夜の食事は兄と二人だけでした。兄上は食事前の話をまた蒸し返しました。あの日、父の災難を目前に、田代様とひとときを過ごしていた。その自分を責める気持ちが起きて、父の死を思い出すのは辛いのです。探すと言っても何の手がかりもないのでござりましょう。豊助も提灯を撃ち落とされた後、後ろから組みつかれて口を塞がれ、もがいたところは当て身を受けて気を失ったと、それだけしか覚えていないのですもの。手がかりはある。どんな？父上を切った一刀は左肩からの袈裟斬り。まず八艘の構えから切ったと見てよい。八艘の構えを得意とするのは空論流の浅葉道場しかない。しかも波の手腕ではない。傷口を見れば一目でわかるわ。清宮田四郎。お兄様。清宮の家が400石も取りながら従来無役というの。何か。清宮様は、あの方は死客などという後ろ暗いことをなさる方ではありません。調べればわかるわ。あの時刻。父上が切られた五津藩前後に、あの近くに、浅葉道場の者がいなかったかどうか。父上が倒れていたというのは高城町。田代様と会っていた料亭を出て工事を右へ行けばすぐ。あの方がまさか。そう急いで帰ることあるまい。父が帰りますと。お父上はこのところ失政会議とやらで毎日下城が遅いのでござろう。いつもは5つか5つ半頃まで帰りませんが、でも毎日心配性だぞ。あの時は何気ない話と思っていたけれど、あの方より一足先に料亭を出たのが7つ半。田四郎様はもうしばらくお酒を飲んでいくと言っておられた。あれから何時まで。峰を料亭に聞きにやらせようか。もし父上が切られた時刻近くまで田四郎様があそこにいたのだとすると、そのことを兄に言わねば。言えばあそこで会っていたことを告げるも同じ。あの方との間はおしまいになるに違いない。それが当然の報いかも。父の死の二時前まで男の腕の中で溺れていた娘の。おもしいで承知つかまつったと服部殿にお伝え願いたい。承知いただき、かたじけなく存じます。半月ほどが過ぎていた。服部浅葉両道場の対抗試合の話が持ち上がり、浅葉道場への使者として使わされた。亡き父の無念、清宮田四郎と立ち会う願ってもない機会を与えてくれたに違いない。いっそ、春の八幡神社の祭礼への奉納試合としてはどうかの。なるほど。双方五人ぐらいを選び出して立ち会うのがよかろうが、技を磨き信仰を深めるのが目的なのであるから、試合の結果については遺恨を含んだりしてはならん。は、まあ、こまごましたことはこれから決めればよい。浅葉殿に一つお伺いしたいことが。何かな？空丼流には、
虎の目と申す秘剣があると聞きました。それはいかなる剣でございます？虎の目とな。またなぜ？お聞かせ願えまいか。虎の目のことを聞かれたのはお手前が二人目でござる。それがしがこの道場を継いだ頃、さよう、今から40年も前になるが、同じことを聞かれた御人がおられ。それは、当時の御家老。そう、今の戸田織部様の父子でござる。その時もな、当流には今そのような伝えはござらんとお答えをした。昔はあったのでございます。いかにも。この道場を開いた祖父浅場陣之助が虎の目なる剣を工夫したと申す。しかし何か訳があったのだろう。祖父は父にその剣を伝えなんだ。では何もご存じないのでござるか。ごく切れ切れのことなら。それは、父はその剣を伝え受けなんだが、子供の頃、祖父から、例えば、闇夜に剣を振るうこと、白昼のごとしとか、その秘剣を習うには、幼い頃から闇の中で物を見、見えた物に向かって勃剣を振るうとかいうことを聞いたそう。また、暗夜のものを見、星を見、またものを見る。さするに闇夜の切り合いに勝ちを売る剣じゃの。虎の目と申すのもその意味でござろう。昔は夜の戦というものがあった。その折心得としたものを祖父が工夫し、秘剣に仕上げたもの。太平の世には無用の剣と思い捨てたのかもしれんの。すると、その剣を伝える者は、今は、おらぬ。祖父一代で滅びた剣でござる。いやあ、それまで。真昼の春の日差しの中に時折桜の花が散りました。八幡神社の広い境内の三方がびっしりと見物人で埋まっていました。家中の人々、その後ろの木陰のあたりには大勢の町人たちも。服部道場、牧辰之助、浅葉道場、清宮田四郎。進み出た二人は礼を交わしました。田四郎様が構えようとしたと、兄は手を挙げてそれを制し、勃剣を下げたまま田四郎様の方に近寄ったのです。どうした、辰之助。田四郎、今日の試合に俺と会うのを奇妙とは思わんか。別に思わんが、俺が仕組んだのだ。貴様と会うようにな。おお。なぜだ。貴様は人間のクズだ。何？志乃はすべて白状したぞ。嫁入り前の娘をもてあそんで恥ずかしいとは思わんか。それが縁談を断ってきた理由か。志乃殿は承知なのかな。承知も何もない。父の敵かもしれぬ男に妹をやれるか。これは驚いた。あは、何か他に含むところがあるらしいとは察していた。ひどい思い違いだ。父子のご不幸に俺は関わりはないぞ。ごまかしても無駄だ。発想からの計算書き。あの世、あの地獄に高城町の近くにいた浅葉道場の者は貴様しかおらん。貴様が5つ半前まで料亭朝川にいたことは確かめてや。それが証拠とはひどい言いがかりだ。この試合辞退する。
田代様は兄に顔を向けたまま後ろに下がろうといたしました。見物席がざわつき、業を煮やした鋭い声が二人の方に飛びました。立ち会う気にならん、断る。立ち会え清宮、立ち会えば全てがわかる。まい、兄は一息に打ち込んでいきました。逃げる余裕なく田代様が迎え撃ちました。おお、いやふん、いやこの構え、発想、この構えから父を切った。来い清宮。田代様があの料亭に5つ半前までいたことは確かです。でも分かっていることはそれだけ。でも他に疑わしいものが見当たらないな。貴様の打ち込みに殺意があれば貴様が刺客だ。貴様は虎の目の刺客と知られてはならないはずだ。疑う者を抹殺するほかあるまい。来い。兄は田代様の打ち込みを待っているようでした。田代様は左足をやや前に、右肩に勃拳を引きつけて動きませんでした。貴様の剣に殺意があれば即座に撃ち殺す。藩主手外の暗殺者を倒す唯一の機会を逃しはせぬ。来い。なぜ来ん、なぜ仕掛けて来ん。兄が小刻みに右に回り、軽く左小手を打ちに出ました。その瞬間、左から田代様の凄まじい一撃が。これだ、この剣が父を切ったのだ。行くぞ田代、覚悟せ。いやー。7年前、金光秀介に嫁いで5年前に息子を産んだ。あれは何だったのだろう。ずいぶん経った今でも、まれにぼんやりとあの時のことを考えることがある。八幡神社での試合はまるで殺し合いのようだった。兄はその試合が終わると、急につきものが落ちたように、田代様が下手人だということを口にしなくなり、妻を迎えた今は城勤めに熱中している。清宮田代様のことは、もうほとんど思い出すこともなくなっている。清宮様との縁組が壊れた後、どこへも嫁入りする気にならなかった。それを兄は持て余していた。金光の家は、牧家の遠い血筋にあたり、代々70石。秀介の顔は知っていた。何度役を務める温厚な男。縁談が持ち込まれたとき、金光の家ではしきりに断ろうとしたが、兄の辰之助が強引に押し付けてしまったらしい。金光の家に来て、幸せだと思うほどのことはない。別に不幸せでもない。秀介は寡黙で、地味な顔立ちで、実直に城勤めに励んでいるだけの男。だが子供が生まれ、7年の歳月が流れてみる。それなりの暮らしが定まり、その平凡さに安らぎを感じることもある。そろそろ二人を呼び入れなければ。庭の隅で夫と子供が話している。放っておけばいつまでも外にいるのだから。
暗い夜、空に星がある。あ、星を見てみろ。星を見たか？よし、今度はそこにある石を見る。石が星のようにはっきり見えてくる。日頃の無口が随分熱心に喋っていること。夜中に星を見て、石を、星を見て、石を、闇の中で。今度はこの草だ。葉は何枚あるな？8枚。よし、だいぶ見えてきた。まさか、ではまた目を実直な70石取りの難度役の夫が、でも兄は言っていた。虎の目とかいう秘剣。闇に剣を振るうこと白昼のごとし。暗夜の物を見、星を見、また物を見る。しかし、そんな。あ、もう一度こっちの石を見るのだ。この石は丸いか？角張ってるか？見えるはずだ。目を凝らしてみろ。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。